からスライダー、チェンジアップ。三遊間より深いところ、藤岡雄大ヘッドスライディング、足の速い江越が出ます。ワンアウトランナー一塁。今日スタメンで起用された江越がヒットを打ちました。江越にとってはタイガース時代の2019年以来のヒットになります。ですから4年ぶりのヒットになります。この3年間タイガースの1軍ではチャンスが少ないこともあって1本もヒットを打てていませんでした。その江越がヒットで出ました。ヘッドスライディングでした。